天才ヤンテアさん、あなたはこの人がどれだけすごい人かご存知でしょうか。なんとレベル19、これを達成している日本人はかなり少ない。少なくてもゲーム仮面はこの方以外に知らない。見てください、19レベルになったらもうほとんどのスタンプがこうやって埋まってるわけですよ。これがどれだけ大変なことかどうかっていうのは、一緒に遊ぼうやってる人なら誰でも分かりますよね。これすごいですよね。はい、成績表も見てください。これ学校のミニゲームでめちゃくちゃクリアしないと取れない、評価なんですけれども、 A プラスってなかなか取れないんですよね。それを全教科取ってるっていうのは、これどれだけ大変なのかと。この評価を取るためにヤンテアさんがどれだけ頑張ったかというと、こちら18時間ぶっ続けで学校のミニゲームやったそうです。18時間ですよ。いやー、これはやっぱり大変だね。さらに釣りもこんなに釣ってるんですね。今242種類というね、かなり増えたんですけど、それでもここまで図鑑が埋まってる人ってなかなかいないですよ。すごいですね。クラウンも含めてここまで釣れてるっていうね、一体何時間釣りやったのかわかんないですね。うわー、すげえ。クジラも結構釣ってますよ。うわー、さらにさらに、これ見てください。失われた島で手に入る、この宝箱で手に入るやつですね。このコスチュームもめちゃくちゃたくさん持ってますね。いや、海賊のやつ俺欲しかったな、これ。ということで、ヤンテさんがあまりにすごかったので、俺はツイッターでこう言いました。ヤンテさんすごすぎますね。ヤンテさんのことを僕の YouTube で紹介させてもらってもいいですかって聞いたところ、ゲーム仮面さんありがとうございます、紹介してもらえるならぜひ喜んで、あ、優しい人だ、この人めちゃくちゃいい人だ、天才なだけじゃなくて、はい、許可ももらえたということでね、ヤンテさんがこの工事のコース、どういうルートを使っているのか特別にご紹介したいと思います。いや、本当にね、1位なんですよ。どの動画見ても1位なんですよ。ここを、あ、なるほど、これがショートカットなんだ。あ、はしごも横から登るのが一番最速、全く無駄がない動き。あ、こっちのルート使うんだ。おお、でここ行って、いや、これ皆さん、これ真似しましょう。これみんな、俺も真似するんで。はいはい、ちょっと俺もう一回見ないと覚えられないな。うんうんうん、こっから、え、おお、すげえ、何今のルート、すごい。あ、これでゴールか、すげえ。さあ、もう一つの、こちらのね、コースもどうやってヤンタさんショートカットしてるのかも紹介したいと思います。おお、これうまっ。これ失敗しちゃうんだけど、うーわー、これは何回もやってるからこそできる。あ、ここもうまい、全くミスしないんですね。ヤンタさんはやりまくってるから、もう、うーわー、おおすげえ、うわ、すげえ、楽勝だこれ。うわー、これちょっとね、皆さんで真似していきましょう。ということで、今回ヤンテアさんのことを紹介させていただきました。はい、この動画のコメント欄にね、皆さんの最近あったことを教えてください。面白かったものは、ぜひ動画で紹介させてもらいたいと思います。以上、ゲーム仮面でした。世界は残酷だ、それでも君を